スカイリム DLC、ドラゴンボーンの小ネタや、見逃してるかもしれない要素を、7つピックアップして紹介します。あなたはいくつ知っているでしょうか？ということで早速。お好きに見てくれ。一つ目はソルスセイムの北にある、モースリング峠で見られるものです。ここはリークリングの拠点の一つなんですが、その中央あたりでは、奇妙な船が見つかります。船にはブーマー遺跡で見られる部品が使われていますが、特にレアなアイテムがあるわけではないですし、何かしらの日記やメモなども残されていません。一体これは何だったのか、と思っているドバキンもいるかもしれませんが、実はこの船は、TES5 の時代から、約207年前が舞台の前々作、TES3、モローウィンドの DLC、ブラッドムーンにも登場しました。で、これは何だったのかというと、バーデンフェル島のアルドルーンという町にいた、ルイス・ボーシャンという男が作った飛行船だったんですね。彼は、ソルスセイム北のフロスムンドの墓にある、どんな女性も魅了するというアミュレットが欲しかったようで、そのためにブーマーの部品を集めて船に組み込み、長期的に効果のある浮遊呪文をかけて飛べるようにしました。そして乗組員を雇い、彼らに飛行船に乗ってもらって、フロスムンドの墓まで探索に行かせたそうです。TES5 のフロスムンドの墓の入り口は隠されていませんが、TES3 の時代では隠されていました。ただ、墓は狼の目にあるという伝説が残されていたんですね。墓がある場所は石が並べられていて、上空から見るとその石が狼の形をしていたんですが、その狼の目の位置に墓の入り口が隠されている。それを知ったルイスは、上空から狼の目の位置を確認するために飛行船を作り、そして乗組員に墓の入り口を発見させようとしていました。しかしルイスの設計は完璧ではなかったようで、空を飛んでいる最中に飛行船のパーツが外れていき、そんな中、飛行船は猛吹雪に襲われてしまい、飛行船はまともに飛べなくなり、フロスムンドの墓付近に墜落してしまったのでした。モースリング峠で見つかった奇妙な船は、200年以上前に墜落した飛行船だったんですね。ちなみに奇妙な船の中にはスケルトンが見つかりますが、この骨は船の乗組員のものだったのか、それともここにお宝探しに来た誰かが、リークリングに見つかって殺されたのかは不明です。TES5 でこの船について語る人物は誰もおらず、何かメモなどが残されているわけではないので、奇妙な船とは一体何だったのか、わからないままになってたドバキンは多いかもしれません。そして余談ですが、実は TES5 の時代から、約666年前が舞台の外伝作品、ジ・エルダースクロールズ・アドベンチャーズ・レッドガードでは、帝国軍が所有している飛行船が見られました。ゲーム内で登場していないだけで、TES5 の時代でも、タムリエルのどこかで飛行船が飛んでいるのかは不明です。二つ目はソルスセイムで見られる、ランダムイベントに関するものです。レイヴンロックのサイドクエスト、復讐の時では、レドラン家のモーバイン評議員の命を狙っている連中から、彼を守ることになります。クエストを進めていくと、モーバイン評議員を暗殺しようとしていたのは、ライバルのフラール家のものであることが判明します。彼らは暗殺組織のモラグトングを利用し、評議員の暗殺計画を企てていたのでした。そんなフラール家たちの企みを暴き、そして彼らを始末することで、無事モーバイン評議員を守ることができるんですが、クエストを完了した後、ドバキンが闇の一党に所属していると、ソルスセイムを歩いている時にランダムで、モラグトングが襲ってくる場合があります。そして彼らのうちの一人は、執行令状というメモを持っています。上記の人物は、モラグトングギルドの方にかなった伝統と慣例に従い、非合法暗殺者ギルドから処刑対象に指定されている。この議論の余地なき文書を所持する者は、上記の人物の殺害を公式に許可されている。モラグトングはモローウィンドで活動する暗殺組織で、嘘や殺人などを司るデイドラ公、メファーラを信仰しています。暗殺組織といえば闇の一党が思い浮かぶかもしれませんが、闇の一党はモラグトングから派生した暗殺組織で、メファーラではなく、シシスや予防崇拝しています。モラグトングは執行令状をもとに、合法的な殺人を行うのに対し、闇の一党はお金のために非合法の暗殺仕事を請け負います。どちらも暗殺を生業にする組織ですが、モローウィンドのお偉方が暗殺計画を企てるとなれば、大抵は闇の一党ではなくモラグトングに依頼します。しかし、モーバイン評議員を狙っていたモラグトングの計画は、闇の一党に所属するドバキンによって阻止されました。その事実がモローウィンド中に広まってしまったら、モラグトングの評判は落ち、闇の一党に仕事を奪われるかもしれない。
彼らがそのように考えたのかは不明ですが、おそらくモラグトングは自分たちの組織の面目を保つために、闇の一党であるドバキンを殺しに来たのだと考えられます。闇の一党に所属していなかったり、まだモーバイン評議員を守るクエをやっていなかったりで、モラグトングが襲ってくるランダムイベントがあることを、知らなかったドバキンもいるかもしれません。三つ目は、アポクリファで見られるものです。デイドラ公、ハルメアスモラのクロノ書を読むことで、彼が支配するオブリビオンの領域、アポクリファに行けます。で、クロノ書はいくつかあり、その中の繊維と金銭という書を読むと、暗闇が広がる場所にたどり着くんですが、この暗闇に触れるとダメージを受けてしまいます。これは魔法耐性を高めても、ダメージ無効の霊体化のシャウトでも軽減できません。ただ、謎の生物が出す光の中に入ればダメージは受けないので、光に照らされながら進んだドバキンは多いかと思いますが、実はこの暗闇ダメージは、松明や灯火などの光でも無効化できます。なのでこんな感じで松明を持って進めば、謎の生物の光に頼らなくても問題ありません。これに関しては誰かが教えてくれるわけではないので、松明などの光でもダメージを無効化できることを、知らなかったドバキンもいるかもしれませんね。四つ目は、ソルスセイムのフィールド上で見られるものです。島の南西にはブラッドスカル墓地がありますが、その墓地から、少し南西側に行ったこの辺り。そこには、女神キナレスの祠が見つかります。祠にはキナレスのアミュレットが置かれていたり、モローウィンドさんのお酒が置かれたりしています。また、ハールブサーツというブーマー遺跡の南東には、商用の神、ゼニタールの祠が見つかります。すぐ近くにはサファイア小石や銀などの鉱脈があり、東帝都社の金庫や、ツルハシが一本置かれています。一体なぜこんな偏僻なところに、キナレスやゼニタールの祠が置かれていたのか。DS5 の時代では、島のレイブンロックに住んでいる多くの者はダークエルフで、基本的に彼らはキナレスやゼニタールを信仰していません。そして島の北側に住むスコールの民たちは、全創造主という存在を崇拝しており、キナレスやゼニタールなどの旧大神は信仰していません。にもかかわらず、なぜソルスセイムにキナレスとゼニタールの祠があったのか。その理由ははっきりとはわかっていないんですが、前々作の DS3 では、ソルスセイム南のフロストモストリデにいた、旧大神教団のメンバーの一人が、ソルスセイムに住むスコールの民に、旧大神信仰を広めようとしていました。しかし先ほども言ったように、スコールの民は全創造主を信仰しており、それ以外の神は信仰していませんでした。DS5 の時代でも、スコールの民は全創造主しか信仰していなかったため、教団のメンバーがキナレスやゼニタールなどの、旧大神の信仰を広めようとしていた活動は、無駄に終わってしまったようです。ソルスセイムにあったキナレスやゼニタールの祠は、DS3 の時代に旧大神を広めようとしていた、教団のメンバーが設置していた可能性があります。キナレスの祠にはモローウィンドさんのお酒が置かれていたので、近くのレイブンロックに住む誰かが、ここを訪れたと考えられるんですが、キナレスのアミュレットが放置されているままなので、ここに訪れた人物はキナレスの信者にはならず、そのまま去っていったのかもしれません。ゼニタールの祠には東帝都社の金庫があり、ツルハシも一本残されていました。DS5 の時代のレイブンロックは、モローウィンドのレドラン家が支配権を持っていますが、かつてはシロディールの東帝都社が支配権を持っていました。もしかしたらゼニタールの祠があった場所は昔、東帝都社の者が鉱山労働をしていた可能性があります。ただ、第3期427年から433年の間に、スカイリムのノルドによってソルスセイムが占領されたり、第4期初期にレッドマウンテンの噴火が起きたりで、仕事ができなくなった東帝都社の労働者が、ツルハシを置いて逃げていったのかもしれません。まあはっきりとした情報がないのでそれは妄想に過ぎず、なぜキナレスとゼニタールの祠がソルスセイムにあったのか、その理由は不明なままとなっています。5つ目は、テルミスリンにいるネロスに関するものです。彼はモローウィンドの五大家の一つである、テルバンニ家に所属している偉大なウィザードですが、ネロスは前々作の TES3 にも登場していました。そして TES3 の魔術師ギルドのクエストには、テルバンニ家の評議員を殺すというものがあり、ネロスも殺害対象に含まれていたんですね。当時のモローウィンドの魔術師ギルドと、テルバンニ家は非常に仲が悪く、ビベクという町にいた魔術師ギルドのアークメイジ、トレボニウス・アルトリウスは、テルバンニ家のことをはっきりと敵だと言っていました。そんな彼から、テルバンニ家の評議員を殺せ、
と指示を受けることになります。そして、ネロス含む両議員を殺すことでクエは完了するんですが、それから約207年後の TES5 で、ネロスが登場しています。果たしてこれは一体どういうことなのか。テルバンニ家の両議員を殺すクエは、メインクエではないですし、単純にそれは TES の静止ではなかった、という可能性が高そうですが、公式はそのクエは静止ではないと明確には言っていません。TES5 でネロスが生きていたのは、TES3 でネロスを殺すクエストが静止ではなかっただけなのか。それとも殺されたネロスは影武者だったのか。もしくは実際に殺されたけれども、ネロスは何らかの方法で蘇生したのか。その辺の詳しいことは語られておらず、今でも謎のままとなっています。6つ目はなんてことないんですが、レイブンロックにある、モーバイン両議員の家で見られるものです。ここのテーブルを見てみると、調理したイノシシの肉があるんですね。この調理したイノシシの肉が置かれているのは、ゲーム内でモーバイン両議員の家だけで、料理で作ることもできないので、ちょっとしたレアアイテムとなっています。というのはスペシャルエディションまでの話で、アニバーサリーエディションだとイノシシの肉と塩で料理できるようになるので、レア感はなくなっているんですが、モーバイン邸に調理したイノシシの肉があることに、気づかなかったドバキンもいるかもしれません。ラストは、ソルスセイムに隠されている宝箱に関するものです。ソルスセイムの南西にあるブラッドスカル墓地から、南東に向かって進んでいくと、急勾配の坂があります。普通に歩いたり走ったりするだけでは登れないので、ジャンプ連打のベセスダジャンプで進む必要があるんですが、その坂をなんとか登っていき、左の岩壁近くにある木のそばを見てみると、小さなカバンが一つと、大型の宝箱が置かれているんですね。まあ中身はランダムで、特にレアアイテムが入っているわけではないのですが、一体なぜこんなところに置かれていたのかは不明。近くのブラッドスカル墓地には強奪団がいますが、メンバーの一人がお宝を独り占めしようと、墓地から坂まで宝箱を運んできたのか。しかし周りには何もヒントがなく、結婚やら死体やらもないので、特にストーリー性はなさそうです。ちなみにさらに坂の上を登っていくと、エメラルド小石が2つと、金鉱脈が1つ見つかるので、ついでに掘っておくとちょっとしたお金の足しになります。この坂は通り道ではないですし、何か目印になるようなものが置かれてるわけでもないので、気づかなかったドバキンは多いかもしれませんね。ということで短いですが以上。あなたはいくつ知ってたでしょうか ?DLC、ドラゴンボーンだけでパート6まで作ってきましたが、ソルスセイムには紹介してないネタがまだあります。ほんとこの島にはたくさんネタがあるので、細かい部分まで探索していないのであれば、宝探し感覚で細かい部分を調べてみてもらえればなと。それではご視聴、ありがとうございました。